ホワイトが書いた妄言草案をもとに、国務省では日本への回答案が作成されていった。それは本文にあたる基礎的一般協定案、そして暫定協定案から成り立っていた。基礎的一般協定案はアメリカの原則を述べたもので、日本が中国とインドシナから撤兵することを強く求めていた。一方、当面の日米の武力衝突回避を目指した暫定協定案、それは日本が南部仏印から撤退し、北部仏印の残留兵力を2万5000にとどめれば資産凍結を緩和し、民需用の石油の輸出を認めるというものであった。11月22日、ハル国務長官はイギリス、中国などの大使を招き、この暫定協定案の内容を示し、理解を求めた。中国の古敵大使は、2万5000の日本軍がインドシナに駐留するという内容に強く反発。直ちにこの暫定協定案の内容を本国の蒋介石に伝えた。蒋介石は、アメリカが中国を犠牲にして日本と取引するのではないかと激しく動揺した。そして総美齢夫人とともに行動を開始する。この時、蒋介石がワシントンの中国大使館にアメリカ政府が暫定協定案を撤回するよう説得工作を指示した機密電報が残されている。そこには、日本に対しての資産凍結と石油禁輸を緩和すれば、中国の人々はアメリカが中国を犠牲にして日本と取引したと受け取るだろう。4年半に及ぶ多大の犠牲と史上類を見ない破壊を伴った日本との戦いは無駄に終わらざるを得ないと記されている。ワシントンでは、宋美齢の兄宋子文が説得工作に当たっていた。宋子文はハーバード大学で学んだ経験を持ち、アメリカ政府にも友人が多かった。中国側は繰り返し説得を試みた。ハル国務長官は、洪水のごとく大量の電報が中国から寄せられたと後に述べている。こうした事態を受けて、ハル国務長官は中国政府の反対に鑑み、この際暫定協定案を撤回すべきであるとの意見書をルーズベルト大統領に提出するに至った。さらに陸軍長官から、日本軍五個師団を乗せた輸送船が台湾の沖合を南下中という情報も入り、ルーズベルト大統領は暫定協定案の撤回を決定したのである。11月26日、ハル国務長官は野村大使とクルス大使を国務省に招いた。そして日本軍の中国とインドシナからの撤兵を強く求めた基礎的一般協定のみを手渡した。いわゆるハルノートである。日本がハルノートを受け入れがたいと考えた最大の理由、それはアメリカが満州を含む全中国からの撤兵を要求していると受け止めたからである。しかし、ハルノートの中には、中国を意味するチャイナのほかには全中国という文字も満州という文字も見当たらない。では、このチャイナ、中国の範囲を当時のアメリカ政府はどのように考えていたのだろうか。それを知る手がかりが、ワシントンの国立公文書館に残されていた。基礎的一般協定案、いわゆるハルノートが11月25日にほぼ完成するまでには、22日と24日の2つの中間的な案が存在していたのである。22日と24日の中間的な案を見ると、チャイナ、中国の文字の後に括弧書きで
満州を除くという挿入が記されている。さらにアメリカが日本と中国に対して満州の将来の地位について平和的な交渉に入るよう示唆するという項目も存在していた。ところが25日案ではこの満州に関する項目が抜け落ち、チャイナ、中国の後にあった満州を除くという挿入も削除されているのである。11月24日から25日にかけてアメリカ政府内で行われた修正、この修正がなぜなされたのか、その理由は今も明らかではない。しかしこの春ノートの作成の過程からは、当時春国務長官やアメリカ政府首脳が考えていたチャイナ、中国の範囲には満州が含まれていなかった可能性が高いのである。しかし日本ではアメリカが満州を含む全中国からの撤兵を求めたとする解釈が独り歩きしていった。そして12月1日午前会議で正式に開戦が決定されることになったのである。この日本の御前会議では原というこの枢密院議長が東郷さんですね、ここに品と書いてあるけどこれは満州含むのかって質問してるんですね。ところが東郷さんもですね、最初はこれは含んでるんだか含んでないんだかわけのわからないようなこう回答をしているうちにですね、いつの間にかこれは全品から全中国ですね、要するに日本は全軍隊を引き上げて、満州放棄しろという解釈が一人歩きしてくるんですね。で今見るとですね、どう考えてもどこにも書いてないんですね、その中国に含まれてるなんて、まあ、そういう点でやはりこの満州をが中国に含むチャイナという言葉ですね、にチャイナにですね満州が含まれていたかどうかというのはもう歴史上重大な解釈上の問題だったのに、当時十分にこれを議論しなかったし、また出先のですね野村クルス両大使もですね当然聞くべきでしょ、うん、なのにですね聞いてもいないんですね。で後年このお二人の方も読んでみるとですね、お二人とも含まれてないと思ってるんですよ、この、満州は中国に、だから聞いてなかった、うん、ところが受け取った日本側は、日本側と本国側はですね、これを含まれていると解釈してしまったわけですから、そこにももう、ある意味において悲劇的な誤解というかな、そういうものが生じたんですね。まあ、日米交渉はですね、破局を迎え、パーセプションギャップという言い方をするんですね、認識の違いなんですね。で日米戦争の場合にもこの認識の違いというのは非常に多かった。で今後ですね、日本の外交を見るときにもですね、ある要するに出来事があったとき、日本が考えている、あるいは日本が認識していることと相手国なり他の国々が考えて認識がずれた時というのは非常に危険だというですね、大きな示唆をですね残していると思うんですね。それからやはり日本は現在もそうですけど、この多国間でやる交渉って実に苦手なんですね。もう、国連でもそうです、 APEC でもですね、GATT でもそうなんですけどね、二国間は結構うまくやるんですね。ですからこのようにですね、日米交渉って一見こういうふうに二国間でやってるようですけども、実はこれ多国間の中のある部分だったっていう認識ですね。もう一つはですね、こう外交を展開するときっていうのはもう自分勝手じゃダメだということですね。つまり自分の世界だけ作ってですね、自分の利益だけとかな、自分の良い点だけ考えてですね、相手のことはあまり考慮しないような外交を展開するということがいかに危険であるかということ、今回の場合にもこのアメリカ側にも言いたいんですよ、もうちょっと日本の立場理解してたらどうかと。日本の方にもですね、もっとアメリカや世界のね、中国やいろんなそういう立場を理解しながら外交展開したらどうだったんだろうかと、そういう教訓をこの日米交渉は残しているというふうに僕は考えますね。